それでは1社目から参ります。東京で運送のお仕事、大日本自動車交通様、はい、13名の方を来られまして、何だか出ています。今回大日本自動車交通様見送りでございました。それでは2社目参ります。滋賀県で飲食店のお仕事になります。カリカリ博士彦根店様、はい、6名の方を受けられまして1名参画5名バスです。カリカリ博士彦根店様は6名面接されたうち5名が不採用、はい、ただし1名が最終選考に残ったというと、はい、あと1個ですね、はいはい、それでは最終選考に残られた方のお名前をお願いします。バトナラン・サタラン・スタランあと1個、あと1個ね、はい、はい、それでは3社目に参ります。東京で IT のお仕事、日本立ち友ソフト様、はい、11名の方を受けられまして、1名内定して3名参加、7名参加、日本立ち友ソフト様は1名内定で3名が最終選考ですね。1名の方決定ですね。決定。はい。それではまず日本立ち友ソフト様で内定が決定された1名の方のお名前をお願いします。その方は県有以外。大阪。あ、いない。はい。はい。それでは残り3名の方がですね、あと一歩、最終選考に残っております。それでは日本立ち友ソフト様で最終選考まで残られた3名の方のお名前をお願いします。まず1人目から。周期さん。いらっしゃらない。はい、2人目お願いします。ロバンズイさん。あと1個ね、あと1個ね。はい。はい、もう1方。ブーバンティエさん。はい、あと少しです。はい、残念ながら他の方は不採用でございました。それでは4社目参ります。神奈川県で通訳事務のお仕事になります。ビザ行政書士法人様、5名の方受けられましたが残念ながら全員パスです。ビザ行政書士法人さんも今回は見送りというですね、はい。それでは5社目になります。千葉県で作業のお仕事になります。高森工業様、はい、高森工業様お願いします。はい、5名受けられまして1名参加4名待って。高森工業様は5名面接されたうち4名は不採用ですが1名のみ最終選考残ったということでね、まだ内定ではございませんけれども、あと1個の方1人だけいらっしゃいます。それでは高森工業様で最終選考に残られた方のお名前をお願いします。はい、アリエフガリガイラ、うん、あと1個、はい、それでは6社目になります。はい、愛知県で工場のお仕事になります。オムニバス様、1名内定で5名内定、5名か、オムニバス様では6名面接されましたが1名内定、これ決定ですね、はい、決定、はい、5名の方は不採用でございました。それでは内定が決定いたしました1名の方のお名前をお願いします。いらっしゃる、はい、以上6社の結果が終わりましたのでお疲れ様でございました。次の面接のチケット欲しい方はこちらにいらしてください。